こんにちは、ピアキシャローです。今回は富山県のライチョウザワキャンプ場がめっちゃ混んでることについてお話ししていきたいかなと思います。4連休で結構な人が旅行に出かけていて、すごい高速道路がまず混んでいて、で、一つ、剱岳登山者用、まあ、あと普通にキャンプする人もいると思うんですけど、めちゃくちゃ混んでるっていうね、申し訳ないんですけど、この人数すごいキャパで、大名行列のように登る剱岳、絶対登りたくないね。富士山と同じような感じで、なんだろうね、人と接したくない、接したくないちょっと違うけど、あんまり自分の時間を大切にしたい登山で、周りでめっちゃ人がいてべちゃくちゃ喋りながらなんか一緒に登るみたいな、そんな感じの登山そんな好きじゃなくて、まあそれもあるんだけど、っていうか山まで行ってそんな密になりたくないし、まあ別にその密とか気にしてないんだけど、ただ山で密は嫌だっていう、しかもトイレに並ぶのもこんな時間かんのかよみたいな、そんな並ぶんだったらテントの中でしょんべんするわと思うんだけど、やばいね、ちょっと嫌だちょっとっていうか、なんでこんなことになるんだったら平日に誰もいない剱岳登りたいなってすげえ思いました。平日に有給もらって行って登って帰ってくるみたいなね、帰ってきたら休日に入った人たちのテントがあるみたいなぐらいがちょうどいいかなってすごい思いますね。だからなんだろうね、極端すぎる、もうちょっと分散してほしいなってすごい思いました。はい、ということで今回は富山県のライチョウザワキャンプ場がめっちゃ混んでいることについてお話ししていきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。